それでは、フォーラムへの、なぜ勉強するのかを書き込んでいただきましてありがとうございました。私の考えはこれから、鈴木浩二さんという方の紹介をしながら、やってみたいと思いますので、この後お聞きください。私はすごいこれをうまく言い当てているのは、作家の鈴木浩二さんという方がいらっしゃいます。鈴木浩二さんは、ホラーの、作品を書いている方です。ちょっとどんな方かというと、横水正史賞というものに1990年代の初めに応募されて、それで、最終選考までは行くんですけれども、選考には落ちます。1位にはなれなかったんですね。で、これは彼はすごいラッキーだと思ってるんですよ。なぜかというと、1位になった作品というのは、もう著作権ががんじがらめで、自分で何か、どこかの他の、テレビ局と契約しようとしたり、あるいは映画を、作ってみたいと思っても、それは、賞を、渡した方の会社が全ての、ライセンスを取っちゃうんですね。で、彼は逆に2位になったことによってそういう束縛がなくて、その後、いろんな映画に彼の作品を出すことができるようになっていく。という、そういうことがあったんですね。ですから、映画に出したり、自分のお金になるわけですよ。それが映画会社の、あるいは、出版社の、ライセンスとなると自分のところには一切入ってこないわけです。賞はもらえますけれども。で、そんなことを経験して、で、数年後に、楽園という、作品で、違う賞なんですけど、賞を取って、それで、有名になっていくという、そういう生活をしています。ただ、彼は、作家として、目指すときに、慶応大学の文学部を卒業してるんですけれども、他の慶応大学の文学部を卒業して作家を目指した、仲間というのは、あまり生活のことを考えないで暮らしていたようなんですね。ですから、親のすねをかじって作家になろうなろうと思っていた。という、そういう、生活をしていたようです。でも、鈴木さんは、もう大学を卒業してすぐ結婚されて、で、どういうふうにして、生計を立てていたかというと、作家を目指すんだけれども、一緒に塾も経営をして、そしてそこで生計を立てていたんですね。彼は言っています。なぜ勉強するのかというと、勉強するのは自分の考えを誰かに伝えるためだというふうに言っています。もちろん、お金を得るために、営業とかやってる人たちいます。もちろんそういう人たちは、自分の考えを伝えなきゃいけないです。で、自分の好きなような生活をしたい、芸術家にしても、あるいは作家にしても、あるいは音楽家にしても、それを通して自分の考えることは伝えなきゃいけないわけですね。そのために勉強するのだというふうに言っています。皆さんどうかな、どういうふうに考えているかな。二つ目の枝に行きますね。アイデアとはというふうに、アイデアとはというテーマがあります。あるとすると、皆さんこのカッコ、カギカッコの中に囲まれた部分っていうのは何を言えるでしょうか。アイデアとは何々の要素の新しい何々。このカギカッコの中に何を入れるでしょうか。考えてみてください。これはアメリカの有名な、広告代理店の社長をやった人が唱えたことです。はい、彼が言ったのは、最初の改革の中は基地です。基地の要素、過去の基地の要素の、そうすると次は何だろう。新しい改革の中は、はい、新しい組み合わせというふうに言っています。
アイデアとは基地の要素の新しい組み合わせというふうにジェームス・ヤングというんですけれども彼は言っています。要はアイデアというのは私たちがいろいろ経験していく中で得た知識やスキルというものを組み合わせて出てくるものだよというふうに言ってるわけです。だから一生懸命勉強してそういう知識やスキルはつけていかなきゃいけないわけです。もちろん中には直感でアイデア出してた人もいるよというかもしれないです。でも多くの場合はアイデアというのは基地の要素の新しい組み合わせというもので生成されていく。だからそういうためにいろんな知識を得るために勉強しなければいけないというふうに言っています。さあ皆さんこれに賛同してもらえるかな？